どこに行こうか。あの中央の浮島、どうやって行くのかまだわからないわね。高度制限があるから飛んではいけないんだよね。何か方法があるはずだよ。調べてみる必要があるな。よっ、はっ、いい調子だな、アスナ。私だって、やるときはやるんだからね。ねえ、はっ、よし、はっ、テイク、テイク、はっ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 、セイク、セイク。一段と強くなったみたい。かすり傷だぜ。頑張って。セイト。セイ。私も負けてられないね。セイ。セイ。はっ。セイ。セイ。セイ。
で決めてやる。すごいすごい、やるね。この装置何に使うんだろうな。今は動いてないみたいだけど。重要な装置なのかな。あ、お兄ちゃん、誰か来たよ。あの羽飾り、シャムロックか。あいつらも草原の島攻略のために情報収集してるみたいだな。スメラギって人も一緒ね。あんたシャムロックのメンバーだな。セブンがギルドマスターをやってるんだよな。ああそうだ、お前セブンに興味があるのか。ああセブンの研究は興味あるな。ネットワーク社会の未来を担う研究者なのは間違いないと思うよ。へえ、お前話がわかるじゃないか。気が合いそうだな。俺もそう思うよ。エールオープレイヤー同士仲良くしようぜ。困ったことがあったら手伝ってやるよ。それなら早速なんだけどさ、ちょっと聞きたいことがあるんだ。俺たちこの装置を調べてるんだけど、動かすためのヒントとか知らないか。ああそれならこの近くにある遺跡が怪しいぞ。この装置をつけんだ。そうなのか、サンキューな。おいスメラギさんを待たせるんじゃない、早くしろ。あ、はい、すみません、今行きます。それじゃな。ああまたな。よし、装置を動かすヒントをゲットしたぞ。じゃあ早速その遺跡に行ってみようよ。ゆいちゃん、場所を教えてくれる？はい、ここから東に少し進んだところにあります。何？どうかしたの？アスは俺が支えるから安心してくれ。テイッテイッハッハッテイッ。アスナ、いつの間にそんな技を。セイッセイッテイッテイッ。このくらい問題ないよ。テイッ。回復するぜ。はい、回復するぜ。はっセイッ。すごい、絶好調だね。セイッ。セイッ。大丈夫、かすり傷。セイッ。これで決めてやる。くらいなら大丈夫だな。頑張って。はっ。テイッ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 。はっ。テイッ。お見事。テイッ。
これで決めて。すごく生き生きとしてるよね、戦ってる敵が。はい、私だってやるときはやるんだからね。はい、テイクテイク。さっこのぐらいなら大丈夫だよ。腕を上げたみたいだな、リファ。この扉開かないよ。どこかで鍵を手に入れないといけないな。よう、ケリトたちもこの遺跡にたどり着いてたか。だがその調子だとまだ手に入れてないみたいだな。クライン、もしかして。おうよ、ほら、多分ここの鍵だぜ。やった、開いたよ。 NPC から情報をあってな、助かっただろう。それじゃ、俺はここで失礼するぜ。一緒に行かないのか。すまん、今受けてるサブクエストが終わったら合流させてくれ。後で待ちだよ。扉の前を象が塞いでるね。このままじゃ開けられないよ。この象を何とかしてどかす必要があるな。ダンジョンのどこかに移動させるための仕掛けがあるのかもしれないね。このいかにもって感じから言って、この遺跡は重要な役目を持ってそうね。回復するぜ。
お見事。任せてくれ。これで決めてやる。これで決めてやる。調子いいみたいね。ボス部屋のようだな。このままボスに挑もう。そう来なくちゃ。絶対勝つわよ。このボスはそんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。これで決めてやる。はっ、はっ、てい、気が付いちゃったかな。リーバちゃん、はっ、力が戻ってきたよ。てい、はっ。パパ、敵の体力が半分を切りました。さすがです。はっ。パパ、敵の体力が残り少しです。はっ。大したことなかったな。大したことないわ。よし、やったね。おめでとうです。アイテムゲットしたよ。古い書物と紙ね。一体何に使うのかしら。この鍵、錆がひどすぎてこのままじゃ使えないんじゃないかしら。そうね。でも錆を取るような素材は見たことないし、何か特殊なアイテムが必要かもしれないわね。せっかく手に入れた鍵なのにすぐには使えないんだね。こっちの書物の方はさっきの装置を動かすヒントが隠されてるのかもしれないね。ああ、早速見てみよう。この文字、何かの暗号ですかね。読めないです。これって古代文字じゃないかな。さすがに書いてある内容まではわからないけど。こっちの図は平らな板の上に人が浮いてるわ。
つまりあの装置は人を浮かせるためのものってことか。だとするとこっちにあるのはそれを動かす動力になるアイテム。これじゃあ具体的に何をすればいいかわかんないよ。もう少し情報収集した方がいいんじゃないかな。そうだね、町に戻って情報を集めよう。生き生きとしてるよね、戦ってる気が。何だ、
おお、やるね。はっ、うん、負けちゃったよ。何、しまった、しまった、なんてこと。ピンチです。早く助けてあげてください。はっ、はっ、マナが切れたのか。はっ、これで決めてやる。キリカ君、頼りにしてるからね。仕事がいっぱいですよ。早かったですね。お疲れ様です。お帰りなさい。お帰りなさい。お気をつけて。またいつでも来てくださいね。お、クライン。クライン、どうしたんだ。おお、なんだよ、キリトかよ。動かすんじゃねえよ。前こそぼーっとしてどうしたんだ。また失恋でもしたのか。ちげえよ。ちょっとあの子の情報を見てただけだよ。あの子。ああ、あのセブンって子だよ。歌がすごく。ああ、俺もちょっと気になってるんだ。あんな小さいのに歌うまいよな。だよな。それでいてリアルでは博士でもあるんだぜ。現実世界の天才博士、かつ VR 世界の大人気歌姫か。いや、ほんと大したもんだぜ。あの子はリアルではネットワーク社会の研究をしてるんだ。それで
セブンとしての歌詞には共存とか平和を歌っている。つまりこの2つは別軸の活動ってわけじゃないんだよ。なるほどね、うん、しかしキリト、お前相当調べてるんだな。別にそんなことないって。そうだキリト、そろそろパーティー組んで攻略しようぜ。まあいいけど、どこか行きたいところでもあるのか。実はな、この前とあるダンジョンの鍵を手に入れたんだよ。ちょうどいいからそこ行かねえか。わかった、準備してくるからちょっと待っててくれ。どうよ、俺はここにいるから早く来いよ。クラインと一緒に攻略に行くにはパーティー編成に入れる必要があるな。デアに変更しに行こう。どうキルト、準備できたみたいだな。なあ、クラインが言ってたダンジョンはどこにあるんだ。草原の島の天移門から北の方だ。早速攻略に行こうぜ。敵のダンジョンか。扉に鍵がかかってるみたいだな。そこでこの鍵の出番だぜ。今開けっからちょっと待ってろよ。これをこうして、よし開いたぞ。そんじゃ攻略開始だぜ。みんな俺についてこい。クラインはなんであんなに張り切ってるのかしら。いつも以上に騒がしいわね。さあ、詳しくは知らないけど、俺たちが準備している間、宿屋の前でずっと待ってたぜ。お前ら何話してんだ。もたもたしてっと置いてくぞ。ああ、わかった。今行くよ。
よ、クライン。背中を任せてくれよ、クライン。はっ、テイク。遠くで風が吹きつけるような音がする。すごい勢いで空気が噴出しているわね。さっき動かしたスイッチはこれを動かすためのものだったのね。そうか、なるほど。これを使えばあそこの通路まで進めそうだな。これって女の子にとってあまり嬉しくない移動方法だね。聞いてるうちにちょっといいなって思い始めちゃってさ。ファンは？ゆでちげえよ。ファンみたいなミーハーなもんじゃないんだよ俺は。もっと崇高な気持ちで彼女のことを尊敬、崇拝してるっていうか。完全にハマっちゃってるんだね。ボス部屋に着いたみたいだ。どうする？このままボスに挑もう。よし、それじゃ行くぜ。このボスはそんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。テイク、テイク、しまった。おかしい。おっと、気をつけないとな。はっ、せい、はっ、せい。パパ、沖の体力で半分を切りました。さすがです。マジかよ、冗談じゃねえ。パパ、沖の体力が残り少しです。これで決めてやる。まあ、こんなものか。こんなの楽勝よ。ったく、勘弁してくれよ。やったー。おお、噂通りあったぜ、トントゥの花。へえ、こんなのが ALO にあったんだ。面白いところをついてくるじゃない。シノンさんは知ってるんですか？ ええ、トントゥは北欧の森の妖精なの。もともと ALO 自体がケルトは北欧神話をモチーフにしてるわけだよな。そうね、
でもその中でもこのスバルトエリアはテーマ性を色濃く表現している気がするわ。モンスターデザインとか設定とか。ああ、道理でモンスターに妙な法則性がある気がしてたんだよな。そうね、これからは北欧神話の神々をモチーフとしたボスとか出てくるかも。アース神族とか下の巨人とか、いろいろと想像が膨らむわね。ちょっと楽しみかも。そうだな、そう考えるとなんかワクワクするな。それにしてもシノン、お前そういう伝承とかに詳しいのか？読書とかが好きなだけ、それだけよ。そうか。とにかくトントゥは北欧では幸せを運ぶ妖精と言われているのよ。へえ、なんか素敵ですね。クラインさんはこの花が目当てだったんですか？そうよ、この花は幻の花って言われてる超レアアイテムなんだよ。これをセブンちゃんにプレゼントするぜ。目的はそれかよ。最後の最後でしらけたわね。ファンなのね。ファンじゃねえって。そう、俺たちはクラスタなんだ。クラスタってネット用語の？確かフサって意味だよね。セブンを花として集まるたくさんのフサか。めでる対象と心のつながりがあるって言いたいのか。なるほどな。キリト君？俺はあくまでクラインの気持ちを代弁してみただけで。そうだ、セブンちゃんを普通のアイドルとかと一緒にしてもらっちゃ困るんだ。うおー、セブンちゃん、これからも愛し続けるぜ。あー、ダメね、完全にハマっちゃってる。ちょっと疲れたわね。さっさと町に帰ろうよ。撤収だな。おい、みんな待ってくれよ。